ウォーフォー TV。 今回のゲスト藤畑まさきさんはメディアアートの先駆者です。黎明期からコンピューターを用いた作品やインタラクティブな作品を制作してきました。1996年には世界的なメディアアートの祭典アルスエレクトロニカでゴールデンニカ賞を受賞など世界が注目するアーティストです。藤畑さんの考えるメディアアートとは、その時代時代の最新テクノロジーを使って私には世界がこう見えますと世界に向けて宣言することであると言います。例えばこの作品、コンピューターを使った作品が増えてきた90年代に本というのは一体どうなるのかを考えシミュレーションすることでユーザーにどういう変化があるのかを考えるために作った作品。続いてこの作品、高解像度カメラでリアルタイムに撮影された映像が歪んだり裏返ったりします。カメラを通した映像には必ず歪みや補正が加わるということを表現することで見るということを考えさせられる作品です。多くの作品体験を生み出してきた藤畑まさきさんがこの後スタジオに登場します。さあというわけで、本日のゲスト藤畑まさきさんですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、まずですね、藤畑さんの手掛けたアート作品をいくつか、紹介させていただきたいなと思います。まずはこちらの作品です。これはフランスで行われたボイスオブアライブネスというプロジェクトで、バーチャル空間でのモニュメントとは何かを考えた作品です。このモニュメントには人々の叫びが記録されています。自転車にはカメラ、マイク、GPS などが取り付けられています。体験者は決められたコースを叫びながら走ります。コースを一周する動画には位置情報と時間が記録されています。バーチャル空間の水平方向に位置情報を、垂直方向に時間を描画していくことで、これらの軌跡がバーチャル空間内で塔のように立ち上がっていくというものです。実空間のモニュメントとの違いを参加者と一緒になって考えてみようという試みです。藤原さんがすごいと言われるのは、はい、いつも実験的なんですよ、うん、それがアート作品になるってことはどういうことかって、今まで誰もやったことがないっていうことなんですよね。そうですね。だから、うん、本人もやったことないことやってるわけだから、うん、一番興奮するじゃん。すでにやったことのあることをもっぺんやってるんだったら興奮しないわけだよね。だから上手に何かを上手に作るってことに興味がないんですよ。それ光源になっちゃうでしょ、はいはい、綺麗なお茶碗作るとか、うん、綺麗な自動車塗装するとか、まず話になっちゃうけど、うん、同じ自動車作るんだったら自動車じゃない乗り物を作ってみたいと思うわけじゃん、うん、それみんな小学校の時は思うでしょ、うんうん、いつの間にか消えるわけだよね、うん、だからまあ未だに子供みたいなもんだから、新しいものにしか興奮しないっていうのはなんかいいですねさあ、続いてはこちらの作品です。続いては Be Here というプロジェクト。香港の街を舞台に展開した AR 拡張現実の技術を使ったパブリックアートのプロジェクトです。住人たち自身がかつて撮影したスナップ写真を 3D データで再現し、元の写真が撮影された場所に AR 技術を使って埋め込みます。
Actually, we did the interview with elderly people here in Wan Chai. They were very energized with the photo.現在の風景の中に当時の人たちが浮かび上がることで、今はいないはずの人たちと一緒に記念撮影ができるという作品。この作品を体験することで、今現在いる場所と過去がつながっているということが体験できます。いつも見ている風景が違って見えることで、人々は何を思うのか、何を感じるのかを知るための作品です。このままこれ撮影のスタジオです。あ、こういう感じで撮ってんだ。カメラ60台70台か。へえ。それで 3D のデータができちゃう。あ、なるほど。今演出してると。あれ全部カメラなんだ。そう。はあ。でこういう形で。なるほどね。でこういう感じの計算で全部作れるんですけど。でまあ歴史っていうのは、僕ら普通テキストになってるものっていうのは権力者の歴史ですよね。うん、政治的権力を持った人たちが、まあ歴史書き換えちゃうぐらいのことするんだけど、僕が興味あるのはもっと個人、全くもってそういう権力と関係ない人たちの生活、そういうものが一番最初になくなっちゃうので、そういうものをもう一遍こうリトリーブするようなメディアとしてやりたいということなんですけど、今日ちょっと一応アプリがあるのでお見せしたいと思います。これ僕の iPhone ですけども、これもうすでにこの iPhone は香港にいるつもりになってますから、これで例えばこうすると、お、はい、スタジオに現れてる。すげえ。リアルだ。こんなところで台所屋さんです、これ。あ、お、これほら、け、香港の人みんな競馬やるんだけど、競馬新聞で、この競馬新聞、本当に当時の競馬新聞持ってきてもらって、夜と見えるったら、すげえ。当時の新聞こう見えるんですよ、ここまで。いらっしゃいますね。赤ペン、すごいな。赤ペンつけてるところね。お、かなり揺れるんだ。うわ、すげえ。さあ、藤畑さんの作品を見せていただきましたけども、藤畑さんはこれメディアアートというものをどのように捉えられてるんですか。で、まあ、メディアアートって言葉から、まあ、もう一つ入ると、まあ、何でもメディアですよね。紙に、鉛筆で字書くところから始まってメディアだし、それから例えば小学校の頃に鉛筆で作文してたのをボールペンに変えると文章が変わったりしたことありません？まあ、もちろんワープロが始まった時はもっと激しくて、どうすりゃいいんだって、こうなんでペンじゃなくてこんなの叩かなきゃいけないんだみたいな。そうするとこう文体まで変わってくる。それも慣れてくるとそれでいいってことになっちゃうんだけども、でもそれによって何か失ってるものもあり、何か得たものもあるんだと思うんだけど、そうすると大量に消費されるものは優先される。つまり資本主義の中ではいっぱい売れるものは優先されるから、僕たちは今仕方なくいっぱい売られてる Windows と MacOS、その2つの OS しか今なくなってるけれども、本当だったら自分用のコンピューター、自分用の OS があってもいいはずですよね。でそういうことをアーティストが言ったり作ったりしていいと思うんだよ。なんかこんな風にマウスや Windows を使いたくないと、でそういう視点で見てもらえると、さっきのビヨンドページーズみたいな作品も あれは僕なりのその OS なんだと、コンピューターと自分をつなぐシステムなんだっていうふうに考えると、まあ、それもありかもしれないと。藤原さん、このメディアアートをこれなんでこの志したなんか理由みたいなのはあるんですか？まあ、ちょっと志してこうなったわけではなくて、やっぱり僕の中にあなんか多分癖みたいなものがあって、ものを見るときに、まあ、例えばなんか小学校入る前ぐらいの時に、僕の時代だとブリキのおもちゃ、同じような感じでしょ。ブリキのおもちゃ、おもちゃ屋さんに行って買ってもらうっていう。そうするとまあこうグーグーってやると、中にゼンマイが巻かれてビューンとかって走るようなおもちゃじゃないですか。買ってきてもらって、もうその日 の夕方には分解してたの。
でこう今でも本当に覚えてるけど、そのブリキのところにこうペグが出てさ、こう折り曲げてあるんだけど、そこにマイナスのドライバー入れてギュッてこう立ち上げてこう外すんだけど、そのこうペグを外すため の, あのマイナスドライバーはいつも持ってたみたいな。それはさ、まあ外すとね、外側が自動車の赤い自動車と赤い色塗ってあるわけですよ。中開けたらさ、酒缶だったりするブリキの、なるほど、ブリキの酒缶を作った時の余った板とかがおもちゃ屋さんに行くわけ。で同じその酒缶を裏返しにして型を売って、で表側を塗装し直して売ってるから、中は酒缶だったですね。それが面白いでしょ、うん、でそういう意味で言うと、だから表側のいわゆるそのもの、僕たちが普段日常生活の中で見てる表側にあるものと裏側にあるものがあるっていう感覚はずっとあると思う。で そういう裏側のものが仕組みが、うん、あのどういう影響を我々に与えてるのか、そういうことに興味があるんだと思う、うん、まあ、そういうこともあり、それからこう僕の年代の時には本当に小学校入る前ですかね、テレビが家に来て、うんうんうん、でテレビの次は何ですか、電話があって、でラジオが FM になって、でどん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 新しいメディアが追加されていくわけだよね。その経緯をずっと見てきた。でそれまあ普通にさっきも言ったように利便性として見るのか、でそうすると FM 放送だと音がいいから、やっぱクラシックみたいな番組が多いわけだよね。で深夜番組はやっぱ相変わらず AM だったみたいな、そういうふうにこう住み分けができるでしょ。そういうことはすごく面白い。それぞれのメディアの持ってる特性みたいなものが、まあ、メディアの中身を規定するっていうことなんです、まあ、これマーシャル・マクルーンが言ったことなんだけども、はい、でだからカメラとか、まあ、コンピューター出てきた時もやっぱりコンピューターによって我々のものの見方がどう変わるかってことに興味があるっていう意味では、まあ今日の話では一直線に、子どもの時からつながっていて、まあ、そういうものをまあメディアアートと言うんだとか、そういうものをアートと呼ぶんだっていうのは後から言われた話で、僕はそんなに日本にいる時はあんまり意識してなかったんで、でも大学高校の終わりぐらいには捨ててあるテレビ拾ってきて直して見てましたよね。あ、マジっすか。自分の部屋にテレビが横幅の大きいテレビが入らないから横向きにして、今でいう携帯の縦長にして見てましたけど。そんなんやできるんですか。できるできる。 そのままだと画面横になっちゃうでしょ、でこれを90度ずらさないとダメじゃん。で後ろ側にコイルが入ってるんだけど、コイルを外して回すわけ。すげえ。だからこう縦型のテレビで見てました。あ、そうなんですね。うわ、すげえなそれ。なんかこんなでっかいテレビをさ、1キロか2キロ離れたところからゴロゴロ引きずってるんだからどうかしてるよね。高校生です。なんかそのテレビ拾ってきて直したってちょっと聞いたことない話ですね。はあ、たまたま直ったんだ。面白いですね。さあ、藤畑さんは今後、どういった活動をしていきたいみたいなのはあるんですか。なんかこう新しくこうドアを、見たことないようなドアを開けるような、あのきっかけになるようなプロジェクトをやりたいなと思って。普通あのアートっていうと社会のコンテクストを読み取ってアーティストはものを作る。でも藤田さんは自分の、考えをコンテクストの中に入れて、入れたいね、こっちへ持ってきて作品作ってる感じが ね、すごくしますよね。はい、はい、さあそれでは、今週のピックアップアーティスト、藤畑正樹さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。